はいどうも、全力絶叫 YouTuber ピーモリです。本日から九州宮崎リーグというものがね、宮崎の方で始まりまして、まあ、こちらの方で我がオリックスバファローズ2022年初めて対外試合に臨みました。対千葉ロッテマリーンズです。はい、まあ、この2月終盤までこの実戦、まあ、その対外試合を組んでこなかったと。他のチームは結構ね、バンバン練習試合してるんですけど、オリックスはなんかこのチーム内の紅白戦で調整して、で満を持してこの2月22日初の対外試合、ロッテ戦、まあ、去年優勝バチバチ争ったロッテ戦です。今シーズン僕もね、ちょっと今シーズンのオリックス、まあ、どのような門出をするのか、2連覇に向けてね、非常に楽しみな日ではありました。はい、でこのスタメンオーダーを見ていきましょう。今日のまず1番サード野口選手、ルーキー。2番センター渡辺選手、これもルーキー。で3番ショート紅林選手、4番セカンドオリオ、5番ファースト頓宮裕真、6番ライト、北サンブラックじゃなくて、北亮斗、7番指名打者池田亮馬選手、これもルーキー。8番レフト育成選手の山中選手、9番キャッチャーケンケン若月健、ピッチャー本田仁美選手と思って、これかなり若手主体のメンバーなんですね。去年の腹部ね、正杉、これがどれも入ってないですよね。だから1軍、開幕1軍に向けた振るい落としがもう始まってると言っても過言ではありません。さあこの若手主体のメンバーでこのロッテ相手にどう立ち向かっていくのか。ロッテはね、まあ、中村選手、藤原選手、安田選手結構主力も出てるんですけど、さあ本日の試合結果見ていきましょう。まあ、あらかじめ言っときますわ、あらかじめ、まあ、そもそもまず今日は公式戦ではない九州宮崎リーグ、まあ、その勝ち負けなんかどうでもいいと。で、まあ、オリックスも初の対外試合、ロッテは何個か練習試合してきてますと、まあ、その試合感も違いますと。オリックスは、その去年の日本シリーズの疲れがありましたと、うん、前置きをした上で、いやこれはひどいよ、ひどいよ。うん、いやいや、練習試合やから全然いいよじゃないの。去年はそんなこと言ったけどね。もう怖いよ、俺よりやでも。まず初回ロッテに、まず池田選手、ロッテの池田選手、池田ライト選手に本田仁美選手が先頭打者ホームランを浴びました。いきなり失点してしまうと。そして2回にはこれまた安田選手にホームランを打たれて2対0。同情するなら安田でくれと、天敵オールスターズ安田また来たね。もうこの2月から飛ばしてますよ、天敵オールスターズが。そして3回これまた猛攻されます。山口選手タイムリー。これ山口選手はね、このホームラン性のファール、だから山口選手これ相当覚醒してるんじゃないですか、このロッテの。山口選手今シーズン僕要注意と思います。ちょっとね、22歳勝負のシーズンなんでね。で松川選手、ルーキーの松川選手にもタイムリーを打たれて、そして高部選手にも打たれて、福田選手にも打たれて、この回一挙 7-0 まで持ってかれました。本田仁美選手、7失点の大炎上です。でその裏に若月選手がタイムリーを打って一矢報いるんですけども、そしてまた5回に、ね、これピッチャー変わった宇田川選手がまた小川選手、池田選手にタイムリー打たれて、9対1。そして6回にはまたピッチャー変わって佐藤和真選手がまた、打たれまくって、12対1。この時点で千葉ロッテマリーンズ先発全員安打です。はい、ちょっとね、よしまる、やられすぎ、やられすぎ、若手選手の貴重なアピール機会、張り切る気持ちはすごいわかる。しかしこの本田仁美選手、まあ、去年もね、7試合か先発をして、まあ、なかなか結果が出ず、今シーズン勝負の年と思うんですよ。もう何年目だ、6年目ぐらいか。しかし今日もロッテ打線相手にもう正直いいところはあまりなしと。ちょっとね、本田仁美投手ずっと期待をかけてきた、吉野部投手のようなフォームにした時期もあった。というだけに、まあ、球もすごい速いですよ。すごい期待をかけたいんですけど、なかなかちょっと結果の方がついてこないと。本田仁美投手ちょっとね、今日こうやって打たれてしまうと、なかなか開幕一軍っていうのがね、見えてくるのか分かんないですけど、ちょっとまだチャンスがあるんであれば、ぜひとも挽回してほしいところ。打たれてしまった宇田川選手、宇田川選手もすっごいいいストレート投げるんですよ。これ育成選手なんですけど、もう僕の中で今これ育成から支配下に上がるピッチャーでの筆頭株がこれ宇田川選手と思ってるんですけども、ちょっとなかなかアピールできなかったの今日。
まあいい球が光るものありましたけども、やっぱなかなかまだ実戦で使えてこないという状況。佐藤和真選手もね、これ育成からの試合かかけて勝負の2年目、これもうやってもらえないと困りますよ。しかしこれ7回からちょっと潮目が変わってくるんですよね。まあ、12対1からこの代打の平野大和選手が、育成選手の平野大和選手がこれ代打ホームランレフトへ。これ平野大和選手、これキャンプでも僕見たんですけど、これめちゃくちゃいいです。バッティング練習とか見たんですけど、やっぱ平野大和選手このスイングというのがしっかり仕上がってきてるなという。これバッターでの育成からの昇格ヒットを株、これ平野大和選手ですよ。これすごいよ。このバッティングセンスは正直今の紅林選手とか北亮斗選手、うかうかしてられない。そして8回には紅林幸太郎が一矢報いるソロホームランで12対3。まあ焼け石に見てたんですけども、まあ、やはり紅林幸太郎格の違いを見せてくれました。そして9回にもゴロの間で1点あげるんですけど、まあもう追い返せるわけもなく12対4敗戦です。キャンプちゃんと頑張ってるか、大丈夫か。まあ、俺がそのキャンプ見に行った時はすごい今年も期待してできるなと思ったけど、ちゃんとサウナ行ってるか。サウナ行け、サウナ。もう老廃物出せ、サウナ行け。もう朝晩2回サウナ行け。去年のオリックスバファローズ2軍の成績はぶっちぎりの最下位なんですよね。最下位、これぶっちぎりの。だから1軍優勝したけど2軍ぶっちぎりの最下位なんですよ。だからそれだけもうこの層の薄さというのが、もうみんなが最大限の全員で勝って優勝、だから去年はうまくいきすぎた。だから今年少しでも歯車が来るとこの2軍から誰も上げていかなければいけないっていう中で、この2軍のね、この若手選手たちが躍動していかないと、俺オリックスもう連覇なんかもう夢のまた夢ですよ。本当ね、もう練習試合だからまだいいですけどね、お願いしますよ本当に。ちょっと あかんっすよで思い出した。これ今日まあ明るくはないか、明るいでもその安心できる材料っていうのが、今日同じく日本シリーズを去年戦ったヤクルトスワローズも今日ボロ負けしてるんですよね。6対2楽天に負けてます。まあやっぱだからね、日本シリーズを戦ったという言い訳がやっぱ通用するかもね。日本一のヤクルトが今日ボロ負けしてんだ、楽天に。だからまあいいんじゃない、まあ、仲良くさ、日本シリーズ戦ったチーム同士、まあ初陣はボロ負けということで仲良くいきましょう。村上の宗選手はホームラン打ってるんだけど、これ楽天のゴーゴーカズキこと田中和樹選手が、まあ絶好調なんですよね。阪神戦でホームラン2発3発ぐらい打って、で今日もツーベース1本。これ2018年新人王田中和樹ことゴーゴーカズキがまた復活するとなると、ゴーゴーカズキのこの好調っていうのは怖いですよね、正直。で明日からもね、九州宮崎リーグ続くので、ガンガンもう今からエンジンかけていこうと思うんで、オリックスもまあ優勝でうかうかしょって誰ですよ、お前もう戦いは始まってますからね。ってことで、優勝